今日もいますね。今日はね、化粧してるよ、久しぶりに。久しぶりにとか言って。こんばんは。ありがとう、ゆうく。こんばんは。かわいいですよ。そうそうそう。今日ね、なんかちょっとね、オレンジっぽいんですよね。チークとかもオレンジにした。こんばんは。それな、いいねもらってたよね。いいな。歌唱力再放送今やってるそうです。そうじゃん。もう私終わりました。終わりましたよね。くしゃみでそう。職場帰りますか。あ、職場から帰ります。お疲れ様。得意で明日抽選だね。10時半、まあ、まだ外にいましたね。ダメ。明日20時に配信。なんで、ね、そういえばさ、みんなさ、見た？見てないかも。さっき私見たんだけどさ、録画してる？さっき見たんだけど、みんなさ、あのアドさんがさ、アイドルグループさ、作ったの知ってる？プロデュースしてるの知ってる？知ってる？みんな。アイドくんいるよ。知らない？そのね、Adoさんがプロデュースしてるアイドルグループの MV が今日出たんだよね。なんだったかな、ファントムシータなんかね。そう、それをさっき見たんだけど、めっちゃいいよ。めっちゃいいよ。めっちゃめちゃいいです。なんかコンセプトがレトロホラーなんだけど、ちょっと怖いけどめっちゃいいですよ。めっちゃみんな歌うまい。歌なんかみんな歌がめっちゃ、てかその本当に顔がね、全顔映ってないんですよね。なんか目だけとか口元だけとか映るんだけど、全顔映ってなくて、まだ顔わかんないんですよ。だけどめっちゃ良かった。めっちゃいい。ライブ行きたいって思った。なんか曲一個だけ出てて、確かおお虹、なんかお友達って曲なんだけど、ちょっと怖いけどめっちゃいいよ。見てみてみんな。ちょっと風邪気味。あと私アレルギーですね。おしりしかかった。音符もありがとう。ワンコです。いい声。私、あ、いいですね。ジオが楽しみですか。めっちゃ久しぶりやん。アイスありがとう。でも髪の毛まっすぐ。
やばいやばいですね。なんか見てる。今日の朝ね、銭湯行ってきたんだよね。キュンキュンラッピー、こんにちは。全然人いなかった、マジで人いなかった。いますよ、この子。牡蠣食べたことあるよ。ほんとありがとうね、ハートもありがとうございます。ゲーキ行くのであゆがしいいね。今日はあのなんとお金が全然なくて、お金が全然なくて、ダメ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 、マジお金なくて、マジでお金なくて、本当に牛乳買うお金もなかった。なんか財布に入れてなくて、お金を。最近さ、名古屋のさ、免疫のさ、あ、そう、銭湯入る分だけあった免疫のさ、あのディズニーストアあるじゃないですか。そこでさ、なんかカラビナ、なんていうの、なんか買うの、あ、え、最近めっちゃ買っ、めっちゃっていうか、なんかね、なんかちょびっと欲しくて、え、今日買ったやつなんだけど、かわいいでしょ、かわいくないですか。これをさ、全種集めたいっていうか、そう、これここね、今集めてるんだよね。わかんない、写していけないかも。ライブ見るの初めて。もっと来てよ。黒い1羽。これ尻尾、そう、かわいいんだよね。プーさん。でもプーさんとスティッチとマリーちゃんもあるんだよね。なんか4つ、今まで4つ買ってて、そのスティッチが2つ出たんだよ。え、くしゃみした？ズボンを履いていないクマ。やばいやばい。あんた、充電器の間に。マリーちゃんです。充電器の間に入ったらダメよ。ねえ、あんた本当に怖いんだから。色くしゃみした。え、うちは寝てた？なんかね、充電器の間を通り過ぎようとするんですよ。髪の毛ツヤツヤなんですけど。何やってるの君。え、ほら、充電器の間通ったらダメだよ。え、そうだよ。尻尾が可愛いんですよ。なんか切ってて、トリミング行った後だから。かわいい、ありがとうございます。画面に出ておいてだって。出る、出ますか、おいで、おいで。え、すごい、なんかめっちゃデブ犬に見えるじゃん。やだ、違うよ、ちゃんとね、もっと細いのだけど、こういう体勢だからこんな感じでもね、顔はこんなにちっちゃいの、ほら。あ、机に乗りたいんだね。何歳ですか。8年目ぐらいです。チワワ
そう、筋肉質だからねえ。筆みたいねえ君。おほほ、結果発表来週受け取る。おお、ありがとうございます。筋肉ですねえねえ。そう、歯の筋肉質だから言い訳。結果表、TBS チャンネルは分からないです。髪の毛トリトリパワータイプ。そう、現地だよ。送り直します、ありがとうございます。クラウンと筋肉んですか。違うって、飼い主に似るって。でも私に似てないです。花のね、お父さんのことね、嫌いなんだよね。嫌いっていうか、めっちゃ吠えるんだよね。アイル、やばい。ほい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 、ベロ出てる。ほいほいほい、ママに似てる。尻尾振ってる。トン。あ、いなさすぎるのかもしれないね。でも弟には吠えないですよ。やばい、明日学校。大丈夫。そう、おなんか今日は動き回ってる。おお、くしゃみ。やばい、鼻がズルズルになってきた。明日も仕事。私も仕事、仕事じゃない、明日は、明日17、明日学校。ピンポンの歌吠えるよ。今日もなんかの業者の人が来てたんですけど、その人に向かってめっちゃ吠えた。ボイトレ行ってないよ。ボイトレ29だよ。今日も明日も仕事。かわいそう。お父さん下なのかな。ね、組み合わせね、それな。ね、大学夏休みになるね。人見知りだよ多分。めっちゃ昼に送った。なんか朝銭湯行って二度寝した。曇り予報ガチか。あ、本当。大学昔行きました。やばい、ありがとう。そう、よく水曜日はよく行ってるんだよね。どうもありがとう、ありがとう。なんか今日めっちゃありがとうございます。あ、136日やって、おめでとうって言って、おめでとうって言って。君ダメですね。え、今日が大学内容。生徒で生徒してないです。今日雨降ったの知らない。ありがとう、おめでとうって言ってください。アナちゃんおめでとうが。
言わない言わないって。ありがとうございます。ってことはこれフェスの日が、フェスの日がもしかして140日かなんかですか。お、これは今日一日中、あ、もう、あとね、ほぼ家の中かな。夕方からちょっとあの、なんて言うんですか、仕事って仕事じゃないけど、ちょっとまあ半仕事みたいな予定があって外に出た。え、そうだね。え、どうしようね。え、178までやりたくなっちゃわない。190までやりたく、200にしよう。200、次、そう、半分仕事なんかよくわからない。あ、別に仕事っていう仕事でもないけど、なんだろうね、わかんない。半分仕事、うん、なんかそんな長い時間じゃなかった。30分予約しました。なんだっけ、おう、おう、あ、そうなんかあの撮影とかじゃなくて、そう、結婚します。初応募ありがとうございます。初おめでとうございます。1時半じゃん。7月1日、ありがとうございます。待ってます。キュンラブ、寝てるの、こんばんは、こんばんは、ハートありがとう。寝始めた。こんばんは。本当ありがとう。こんばんは。ね。なんかね、寝始めました今。この子。おやすみメールまだ送ってなーい。当選してくださいね。寝たいですか？まあ確かに分からなくもない。私もちょっと寝たいぐらい。ふう、当たった目。10秒半じゃない、あ、ほんとまたなんて、うしめる待機、わかる、疲れてるね、わかる。3時半からトレにかけます。こんばんは、ありがとうございます。じゃあ40分に終わります。そして写真を撮ってメールを送ってお風呂に入って寝ます。寝ようね一緒に。ダメだな、一緒には寝れない。あの、くしゃみが止まらなくなるので、やばい、本当に鼻がやばい。乗せる？乗せないか。
お、結婚のやつ、なんだなん、これ指輪なんかな。ありがとう、ハズもありがとうございます。はい、やばい、ありがとう、音符星もありがとう、やだ。お、じゃあ当ててください。結婚します、あとありがとう。寝てる、寝てない、ねんねしてくださいよ。うんうん、ヤドカリの宿を借りる。二度目ありがとう。行く？起きた？眠い？当ててくださいね。お休み取れなそう。いいんだね。こんばんは。ね、そうです。また。立川っていうの、立川らしい夫婦枠なんだそりゃ。ないです。いや、あるかもわからない。テスト作るところに、あ、元気ですよ。一回聞きました。あれですよね、恋積んじゃった。誕生日が同じ、そうなの？私が？そうなんだ。当たって当たるよ、みんな当たるよ、みんな当たるはず。え、してないよ、ギフトメイク約束。どういうこと？どうもありがとうございます。でもわかんない、なんかさ、その親の枠とかがあるのかわからないから、普通に私の親も応募してますよ。あの親族の枠もワンチャンないから。わかんない、え、わからない、聞いたけど、あの返事なしなので。だから、え、なんでそれで。どういうこと。そう。ないです、全部ない。わかんない、よくわからない。でも多分お友達来れないんじゃない、普通に。ただ応援ボックスやばい、あったらやばい。いや、親族がなかったらないですよ。来た目食べた、あ、そうなの、わからないの、何も、なんか聞いたんだけどね。12年、ほら、ありがとうございます。自分の生誕、え、なんかわかんないね、時計の中、そうそうそう、火曜日だよね。多分まだ学校じゃないか、ワンちゃん。ねえ、分からないけどね。休み入れました、平坦外れそう、外れないよ、本当ありがとう。え、でも生誕ってさ、推し補正ないの？
前の週の終わり？いいの？え、大学あるあるよ。あるけど多分休む。大学その週で終わりとかそんな感じかな多分。生誕は仕事？二度目ありがとう。ないんだ推し補正。ないのにあんなに推しが入ってるんですか。え、テスト被るけど、火曜日はテストがない教科なんですよね。火曜日だよね確かは。今日から始まりました。あ、申し込んでください。あ、ちょっと行く、早く休まないと。そう、テスト好きじゃないです。テスト期間だった。あの、テストがなくて、なんか課題提出の授業かな。課題提出すれば単位もらえるよみたいなやつです。確かテストじゃない。でも、あ、で水曜は休みだから、あと1分で40分。本当だ。テスト嫌いだよね、わかる。一般選、あ、そうですね。皆さん応募しない方は応募してくださいね。やばい、本当に鼻水。寝た。レポート感。そう、選考始まるね。お、40分になりました。じゃあ男女読みたいと思います。ちょ、本当にやばいんだが。え、補正ないんだ。待って、これさ、13位ってさ、昨日調べたんだけど、なんて読むのが正解ですか、教えてください。この間来てくれた方かな。また聞かなきゃ。じゃあマジやばい。こちゃん、母ちゃん、こちゃん読むんですか。スクショ、こちゃん、韓国語ないです。 OK、 じゃあ13位は違う、13位変わった。13位はあつよし、ありがとう。12位はマキアト、ありがとう。11位はコウジ、ありがとう。10位がわたわた、ありがとう。9位がシュン、アットマークお花組、ありがとう。8位がロッドシフト、アットマークハロワン、チキラブだった、ありがとう。7位オレンジルート、ありがとう。6位ハロ、アットマークお花組、ありがとう。5位ミノッチ、アットマークお花組、ありがとう。4位岩崎ひろしだったよね。きよし一回もありがとう。3位たけ、ありがとう。2位アットワークデビキン、アットワーク今日も無音のお花組だよ、ありがとう。1位セーブドーム、ありがとう。で、きよしだよね。ありがとうございました。ちょ、本当にやばいですよね。寝てるので起こすのはやめておきます。おやすみ皆さん。そうですね、じゃあおやすみなさい皆様。バイバイ、また明日ね。またな、また明日ね。バイ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 、またな。